ハロー、ラッキーちゃんですぞ。アンニョンハジマニッカー。今日はね、カンカンデルというお店に来て韓国料理をいただいております。ここはね、神戸元町駅からねすぐのところにあるんですよ。さあ、今日はどんなものが出てくるのか楽しみですね。さあ、中に入ったら、ここはセルフコーナーですよ。キムチとかナムルとか、それからサラダとか、韓国海苔とか、それからご飯とか、セルフサービスで取ることができますよ。かなりたくさん種類がありました。さあ、取ってまいりました。これね、おかわり自由ですからね。さあ、いただきましょう。おー、キムチ。ラッキーちゃんはね、酸っぱいキムチが大好きなんですよ。韓国の人はね、お肌が綺麗ですよね。あれは唐辛子のせいか、ニンニクのせいか、何なんでしょうかね。さあ、スンドゥブ出てきました。いただきましょう。おー、ふうふうしないと熱いですよ。暑くて辛いから食べるのに必死ですよ。おー、美味しいですね。さあ、そしてね、このチャプチェ、これもね、セルフなんですけれどもね、あまりの美味しさに3回もおかわりしましたよ。これね、わざわざ作ってくれるんですよ。あったかくてね、本当に美味しいチャプチェでした。さあ、そしてこのトッポギもセルフで取れますよ。これね、甘辛いタレが絡んでとっても美味しいですよ。いやー、癖になります。いやー、これはね、これはちゃんと頼んだチヂミですよ。セルフではありません。これね、周りがカリッと焼けていてとっても美味しかったですよ。もうかなりお腹いっぱいになっちゃいましたね。さてさて、これタピオカミルクティーなんですけれども、これはね、クーポンでいただきました。皆さん、邪魔くさがらずにクーポンをちゃんとチェックしてくださいよ。そしてこのソルベもクーポンでいただきました。このソルベ、本当に美味しいお味してましたよ。いやはや、今日も大満足の一日でした。お野菜をしっかり取ることもできましたし、いやー、カンカンデルさんは三宮周辺に何店舗かあるので、皆さん探していってくださいね。ではまた、シー。